さっきなんか怒られるってね伸びると怒られるって話もありましたけどあ、ね、あのねあの洋子さん必ず舞台が終わるとハグしてくれるの、<laughs> はーいって、うん、一回こう行こうとした洋子が無視されたとかあったの、<laughs> それはもう二度と嫌だ。<laughs> <laughs> 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 まあ、漫才が長かったときちょっといらんとしっ <laughs> しゃったいろいろあった時 <laughs> <laughs> っときいということであの歴代の金太も揃いつつですね、うん、今回はこ兄貴への熱い思いも伺ってまいりましたけれどもでは。 そそろそろ最後にですね皆様から一言ずつ締めのご挨拶をいただきたいと思いますではなだ、えー、木さんから順番にお願いできますか、はい、そうですねまああの戦後70年ということでその時にまたこの「ウィンズ・オブ・ゴッド」という意味のあるお芝居が上演されるということで、まあ、あのこの機会にぜひ見ていただいてねあの当時あこういう生き方が本当にあったんだなというのも感じていただきながら見ていただきたいと思います。はい はい、ありがとうございます。では続いて陣内さんお願いします。はい、えー、本当僕もねあのやらせていただきましたけども、素晴らしい作品で笑いもありますし、最後はいろいろ考えさせられる舞台なんで、あとやっぱ今井さんがねそういう病気になられて、こう本当に生死をさまよった方がこの生きる生死って生きる人もお前今喋ってるねん。喋ってるわかってる話してんねん。いらんこと言わんねん。萎れたからと思でもなんで生死の話すんねん <laughs> 今。 頭おかしいやろ。ピコピコの精神も以上です。ありがとうございました。あります。では奈良海さんお願いいたします。はい、奈良海さん最後に一言お願いいたします。えっとあのやはり何十年年間日本はずっと平和だっていうことは本当にどういうことかっていうのがすごくやっぱりあの考えないといけないと思いますね。で文化がこれだけ盛んになっているということはやっぱり平和であるからこそあのだと思います。であのただやはり どうしてこれが平和があるかということをやっぱりもう一回考えてこの舞台はそれだけ犠牲になった方たちもいたのでえと日本のことをもう一回見て本当に振り返ってやっぱりちょっともっと頑張ってやっぱり生きてより日本は外にもオープンになってもっと国際的にやっぱり あのドアをもっと開いてやっぱりやっていけたらと思いますあのこの芝居はもう本当にあのもう一瞬一瞬えもう生きた芝居になるようにえでも皆さんがそれだけやっぱり大きな深い感動が与えられるようなあの心で本当に頭じゃなくて本当に心であの感じて やっぱり自分も何かしなくちゃいけないというような芝居になっていけばいいなとあの心は持ってます、はい、ありがとうございますでは伊藤さんお願いしますはい、えー 前回に引き続きこうやって選んでいただきましたので、えー、まあ大輔さん、そして歴代の金太の先輩芸人たちも来ていただきましてで、今井さんのお力も借りて、またチャレンジさせていただきますので、あの最初は楽しい感じのコメディで始まりますけども、最後、本当に皆さんの胸にグッと刺さるものが必ず残ると思いますので、えー、皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございます。では、最後に今井さんお願いします。はい、えー、っと、まあ、あの先ほど言いましたように、えー、ずっと紛争を含め、 えー、戦争の絶えななかかっったた年はなかったのでまあ,あ僕があこういうね題材っていうのは本当にあの当時88年っていうのは、えー、戦後の人間がこういうものを触れた時には、まあ、マスコミからいろいろ言われました、まあ、今でこそ『n ロ0とか石原慎太郎さんの映画とかそういうふうに『神、えー、風特攻隊』の方々のイメージも本当に当時よりは。 もう当時はもう本当にもうボロクソ言われたので、ただ僕が取材した中では全然彼らってすごいあの19歳、普通の青年だったので、それはまあ何とか作品にできたらと思って、ただ27年間これだけは言えるのは、当時、憲法改正だとか、集団的自衛権だとか、そんなの言葉言ったら大変な時代でした。ところが今、毎日もうニュースになっています。 それが正しいか正しくないは僕はそれは言いません政治的な発言ですからただ、えー、今もうそんな時代になっちゃったましてはそれを18歳が投票できるようになっちゃった平均で19歳彼らが本当に集団的自衛権の意味分かっているのか憲法改正の意味分かっているのか、えー、そこを僕は本当に僕たちはもう年ですからあれですけど彼らがもしそういう時代になればそういうことになるんで とにかくまあこの芝居見る、来るとか来ないとかじゃなくて本当に興味を持ってもらいたいあの昭和史を本当に興味を持ってもらってえ戦争の悲惨さなのは伝えていかなくちゃいけないけどなぜああいう戦争が起きたのか日本が巻き込んだのか巻き込まれたのかそういうことを考えてやっぱり投票に行ってもらいたいしこれは私の意見ですけどえ戦後70年と言ってますけど私は戦前70年じゃないかなと思うぐらい えー、当時の27年前ぐらいだったらもうほとんど準備はできてるんじゃないですかあとは若い人たちが変な政治が選ばないようにちゃんと自分たちで日本のいい国を作っていってくださいと思います、まあ、あとは役作りというか本当僕はまああの、まあ、ちょっとしあのマスコミに出ちゃいましたけど、えーね、あ僕はまあ手術が成功してから家族から聞いたんですけど家族にはもう本当に数日って言われてたので。 えー、その意味がね、えー、とこ隊の人たちは数日どころか、明日朝、飛び立ちなさいと、もう数時間後にはもう海の中で、内臓も全部バラバラになってるわけですけど、そういう意味で、決してこれは僕は死ぬ話じゃなくて、今だから僕も言えるんですけど、生きる、本当に一日一日を精一杯生きる、その役作りは、今回また違った奈良さんで出るんじゃないかなと。 生きてる喜び、生きて生きていきまくれ、決して死ぬ話じゃないので、あの僕は死を美化するつもりはもうとない、ただ彼らが精いっぱい来た、取材したときに100名以上の特攻隊の方々取材して精いっぱい生きてたエネルギーを今回ラストに出せたらなと思ってますので、ぜひ、えー、見に来てください。多分明日のもし、えーツ新聞出れるならば、まあ、本当はウィンズ・ブコットやってもらいたいんですけど、 多分んゴタンダ上がって出ると思うよウィンズオブゴッド最初でしょゴタンダに見に来てくださいゴタンダオブゴットでなんかそんなのがかかりそうな気がしますけどういう書いてもいいけどウィンズオゴットの情報は明日よろしくお願いしますはいありがとうございましたでは残念ながらそろそろお時間となってしまったようです